ここですね、建物の横に階段があるんですけども、こちらの方もですね、すす等がまだ残っております。割れたガラス等も散乱しております。まだ焦げた匂いが、まだいたします。お隣の家の方のね、屋根の方にも、この、すす等がですね、散乱しております。幸いなことにですね、延焼は、していない模様でございますね。隣の、建物とはですね、延焼は、していない模様でございます。かなりですね、隣接している建物なんですけども、このようにですね、本当にもう何十センチぐらいしかない、建物なんですけども、隣の家とですね、延焼はしていない模様でございます。ただですね、このように隣の家等にですね、すす等が、かかっております。はい、すす灰等がかかっております。全体的にですね、トタン張りの屋根で覆われている建物でございます。このようにですね、消火活動の時にですね、散水された水等によってですね、灰等がですね、灰やすす等がですね、道路の方に流れている次第でございます。こちらの方にもですね、灰やすす等が流れております。少しね、ここは斜面になっておりますので、こちらの方面の方にですね、すすや灰等が流れている感じでございます。はい、現場からは以上でございます。街を良くすると、細谷偉大でございました。